乃木坂46の柿春香が、29日放送のラジオ番組、スクールオブロック、東京 FM、毎週木曜23時5分の番組内コーナー、乃木坂ロックスに出演。早川聖輝と田村慎介と共にディズニーランドを訪れた時のことを振り返った。柿春香、早川聖輝と田村慎介と3人でディズニー2022年最後の放送ということもあり、三大ニュースを選んでトークを展開したこの日。6月に発売したファースト写真集、まっさらと、5月に行われた乃木坂46の10周年を記念する、センスイヤーバースデーライブ、という大きなニュースとともに、柿は早川と田村と共にディズニーランドを訪れた思い出をランクインさせた。二人とディズニーランドに行くのは初めてだったという柿。以前から行こうと言っていた念願が叶い、3人でお揃いのカチューシャつけて行ったんです。めちゃめちゃ楽しかったです、と存分に満喫したことを明かした。柿春香、早川聖輝、田村慎介、ディズニーランドで顔バレしまくり。一回も声かけられたことなかったから、行けるだろうって思ってマスクだけです。マスクだけつけて髪型もいつも通りの髪型、と、芸能人らしいいわゆる変装は全くしていかなかったという柿。しかし早川と田村と歩いていたところ、ありがたいことにたくさん声かけていただいた、と、ちょっとバレちゃった、と告白。歩くたんびに、すいません、乃木坂の4期生の方ですか、って、とかなり声をかけられてしまったのだそうで、今まであまり、声をかけられることが、なかったから、ちょっと3人でいるって、やっぱり目立っちゃったのかな、と予想外のことに驚いたと告白、でもすごいそれが嬉しかったです、と、4期生の3人だとファンの人たちが気がついてくれたことが驚きながらも嬉しかったと明かした。早川と田村と3人で、4期生ですかって言われちゃった。どうしよう、みたいなので騒いでるのも楽しかったですし、帰りに道もまた楽しかったし、ずっと楽しかった、と、ファンからの声かけも含めて存分にディズニーランドを満喫できたという柿、みんなで旅行行こうねっていう約束もした、と次の楽しみも嬉しそうに明かしていた。